スマホの向こうに私を待つ人がいる。ライブ配信、それはタップ一つで世界につながる無限の扉。日々配信し続ける彼らはこう呼ばれる、ライバー。今回登場するのは、シュキ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 、リュウくん、マイマイの目見た？見た？ほんと？見てないでしょ。何見たんだこりゃ。マイ、配信のこだわりは、配信ではやっぱりみんなのアイドルとして明るく元気に楽しく可愛いをモットーに、はい、いつも配信してます。でもずっと楽しく可愛かったわけじゃない。ライバーになる前は普通の会社員として、家と会社の行き来だけみたいな往復、そのなんか淡々とした毎日が面白くなくて会社を辞めました。輝ける場所を探して挑戦した日々。私の存在で仕事が頑張れるだったり、毎日が楽しいってもらえるのが自分のモチベーションにもなっていて、自分磨きを頑張ろうっていつも思ってます。笑顔のない毎日から人を笑顔にさせるライバーになった理由。十人十色のライバー人生、マイの素顔とは。今日は私の人生を知ってもらうために可愛い写真をたくさん撮ってもらいます。よいしょよいしょ。やってきたのは、変身をテーマにした非日常空間を体験できるフォトスタジオ。すごい、めっちゃ可愛い。どうしようかな。これがいいです。はい。かわいい。かわいいものを見ると、生まれ変わったあの頃の気持ちがよみがえる。ライバーになる前は普通の会社員として、家と会社の行き来だけみたいな往復、そのなんか淡々とした毎日が面白くなくて、自分だけができる仕事をしたいと思って、はい。会社を辞めました。もっと自分を輝かせて、自分らしさで勝負したい。仕事を辞め、好きなメイクやファッションを思いっきり楽しめるフリーランスへ。周りの方を笑顔にさせることができる仕事をしたいなと思って、アドバイザーの仕事だったり、モテるためのノウハウなどだったりを発信したり、コンサルなども始めました。もともとやりたかったことが、たくさんの方の役に立てる仕事がしたいっていう大雑把なイメージだったんですけど、独立したらいろんな仕事関係なく、いろんな方と関わって笑顔にできると思って、もう模索しながらいろんな仕事に挑戦してみました。たくさんの人を笑顔にしたい、そんな時に出会ったのがライブ配信だった。いいな、ありがとう。次こんにちはって言ってくれてありがとう。一番乗り、次かわいい、ありがとう。あ、マツーちゃん、久々マツーも来てくれてありがとう。マイマイのおしまくつけてくれてる、マツーナイスイン。やっぱりリスナーさんが笑顔になる瞬間がやっぱり一番嬉しい。私の存在で仕事が頑張れるだったり、毎日が楽しいって言ってもらえるのが自分のモチベーションにもなっていて、リスナーさんのそういった喜びの声を聞くたびに、自分磨きを頑張ろうっていつも思ってます。リスナーを喜ばせたい。
それが可愛いを極める原動力でもある。その原点は子どもの頃にあった。兄弟の中で一人だけ女の子だったので、女の子らしさっていうのを自分で作らなきゃ周りを教えてくれないみたいな感じで、いろんなところに行って、あ、こんな可愛い女の子いるんだ、私真似しようみたいな感じで、はい、すごい研究してました昔から。個性を見せる場がなかった会社員時代、自分らしく生きることで毎日が輝いた。配信始めたからは、どうやったらもっと可愛く自分の顔を映せるかなとか、ネイルをしたりだったりとか、髪色とかもこだわったりとかして垢抜けることができました。ネイルがなんか自分でセーラームーンネイルって呼んでるんですけど、自分が見えるだけでもすごいテンション上がるというか、あとはこのイヤリングカラーみたいなやつで、ここだけ色が違うのが可愛いなと思って、そこがポイントです。リスナーもその変化に気づいてくれる。髪の色変えた、そう猫耳外すとこうやって、ここ上は黒っぽいカラーなんやけど、中が可愛い。髪の長さ余計、本当嬉しい。リスナーさんが可愛いだったりとか、私のちょっとした変化とかにも、前髪切ったねとか、あ、そしたらこういう髪色だと可愛いねって褒めてくれたりすることで、私はこういうの似合うんだって発見にもなって。配信場所には大切にしているものがある。このノートは、あの、いつもアイテムをお届けしてくれた方、その名前を全部そのイベントごとにだったりとか貼ってて残してあるって感じです。もう何冊とかなってて、はい、これは初期の方のノートです。あとイベント用のドレスとかも自分で買って、ちょっとだけ待っててねって言ってクローゼット開けて着替えたりとか、こんな感じで応援してくれた方の名前を T シャツに書いて、イベントとかに来て式を挙げるというか、結構お気に入りの T シャツでコスプレと一緒に飾ってあります。リスナーの応援の記録は青春のアルバム。この小冊子はたくさん応援してくれた方にオリジナルで作ったミニ写真集みたいな形で、はい、ドキュメンタリーのこの特典のためだけにプロの方に頼んで撮ってもらって、自分で企画するのがすごい好きで、でいろんな特典とかも作ってきましたこれまで、はい。可愛いを目指すのは自分のためだけじゃない。そこには大切にしているライバーのこだわりがある。わー、リュウくんありがとう。かわいいかわいい、超かわいい。リュウくんにかわいいって言われて、マイマイは人生で一番幸せです。ウインク。配信ではやっぱり、あの、みんなのアイドルとして、あの、明るく元気に楽しくかわいいをモットーに、はい、いつも配信してます。人を笑顔にするアイドル、それが舞の目指すライバー。やっぱりみんなのアイドルのような存在で配信をしていることを心がけてます。やっぱり日々仕事だったりとか、人間関係だったり学校だったりとか、人それぞれいろいろあると思うんですけど、そういう時に嫌なことがあっても私の顔を見たら笑顔になれるような存在になりたいなと思って、いつでも可愛く楽しく、そんな自分が好きだから笑顔になれる。素敵、ありがとうね。癒される、あ、癒される、嬉しい。リアル天使、特典好きです。でそう、いつも喜んでもらえてこっちもすごい嬉しいです。そう、天使言うてくれてありがとう。
やっぱりリスナーさんが私の配信を見てなんかコメントだったりとかで笑ってる様子が伝わるのがすごい嬉しいのと、特別なイベントとかあった時に1位とかを取れると、やっぱりみんなで築いた結晶が結果に残ったっていうのがすごい嬉しいです。舞にとってライブ配信とは？私にとって好きをとことん深められる場所です。やっぱり配信をするといろんなリスナーさんが集まってくれて、自分が楽しませてるというよりも楽しませてもらってる部分もあるので、やっぱり私をの配信を見て私を推しとしてくれてる方々って本当にたまたまというか偶然出会ったかもしれないんですけど、感動だったり奇跡を生んできてるのを今目にしてきてるので、すごい好きっていう気持ちって偉大だなって思っています。では皆さん、終わります。いつものまいまいの挨拶で締めさせていただきます。みんな、まいまいの方好き、まいまいみんなの方大好きだぞ、愛してるぞ、今日もまいまいと笑顔で頑張ろう、ありがとう、バイバイ。自分だけの好きを求めて、今日もマイペースで。